浮気相手とのハワイ旅行最高。あなたが緊急搬送されたって聞いた時はマジでざまって思ったよ。夫が倒れたのに楽しそうだな。一時は本当に危なかったんだぞ。あれ、まだ生きてた？そのままぽっくり行けばよかったのに、残念。よくそんなこと言えるな。俺は仕事中に倒れたんだぞ。連絡もらった直後に飛行機の予約しちゃった。見舞いに来るどころか浮気相手とランデブーとは驚いたよ。うぜえ旦那がしばらくの間家を空けるんだよ。乗るしかないでしょう、このビッグウェーブに。目を覚ましたら知らない男とお前のツーショット写真が送られてきてて驚いたよ。私もダーリンもいい感じに漏れてて素敵な写真だったでしょ。心のいいねボタン乱打しといてね。いつから浮気してたんだ。明日で出会って1年記念日、お祝いメッセージ待ってます。そんな前から。お前ふざけるなよ。そんな風に凄まれても逆に笑っちゃうんだけど。病室で悔し涙流しながら文字打ってるんでしょ、ダッサ。随分と余裕だな。俺が何もしないと思ってるのか。もしかして慰謝料とか考えてる？私のダーリン次期社長ってやつだから。代わりに払ってもらおうって魂胆か。あんたみたいな手取り28万の貧乏人とは違うからね。月収100万超えで顔は横浜流星に。誰も聞いてないんだけど。たまにはのろけ話くらい聞いてくれたっていいでしょ。人の幸せを喜べないなんて性格破綻してるよ。夫の緊急搬送を喜ぶ人間に言われたくないな。亭主病気で留守がいいって言うでしょ。勝手にアレンジするなよ。苦し紛れの反論、オツです。この際だから言っておくけど、マジであんたと結婚して後悔したよ。何が気に入らなかったんだ。1ヶ月に1回は海外旅行に連れてけって言ったでしょ。それなのに私の希望を全然叶えてくれなかった。ちゃんと断っただろ。毎週末は高級ブティックで散財させろとか無茶な要求ばかり言ってくるし。妻のためなら副業で新聞配達やコンビニバイトしなさい。睡眠時間より私への愛を優先するべきよ。お前の言う愛って要するにお金のことか。正解。今のダーリンとあんたじゃありと恐竜。俺が断った願いも全部叶えてくれるってことか。あんたと違って家事スキルはほとんどないんだけどさ。家政婦雇えばいいだけだし全然問題ありません。俺の病状とか気にならないんだな。関心ゼロ。私の中ではもう他人だから。そのまま言ってくれた方が離婚で揉めなくて助かるのに。ひどい割れようだな。俺なりに一生懸命頑張ってきたつもりだが。手取り28万程度で何言ってんの。倒れた拍子に頭ぶつけておかしくなっちゃった。もういいよ。帰ってきたら離婚について話し合おう。へえ、だるいんだけど。私が帰国する前に容態が急変とかしないかな。そうならないことを祈ってるよ。明日検査結果が出るそうだ。興味ないから。私の要望を叶えなかった罰が当たったんだ。ざまあ見ろ安月給。俺の名前は高一、36歳。どこにでもいるサラリーマンです。 LINE でやり取りしていたのは妻のリナ、32歳、結婚6年目になります。昨日仕事中に突然胸が苦しくなり、そのまま意識不明に。翌日奇跡的に一命を取り留め、ほっとしたのもつかの間、リナからの信じられない LINE。 思い返せば以前から浮気をしているかもという予感はありました。俺の給料が低い罰だと言ってほとんど全ての家事を放棄し、行き先も言わずに出かけることが多くなりました。それでも6年間妻のために一生懸命頑張ってきたつもりです。病室のベッドの上、虚しさと悔しさで涙が止まりませんでした。そんな俺に追い打ちをかけるよう、リナは信じられない LINE を送ってきたのです。翌日、あんたの貯金用口座から500万もらったからね、あざーす。お前正気かよ。盗んだわけじゃないからね。彼が社長になったら2倍で返してあげる。今すぐ返せ。うわ、500万程度でそんな怒る？人としての器、おちょこの裏だね。お前の金銭感覚がバグってるだけだろ。貧乏人の負け惜しみきた。あなたは気づいてないだろうけど、彼氏と2人でいつも笑い物にしてたんだよね。笑われるようなこと俺はしてないぞ。自覚なしとかマジで悲惨。去年の私の誕生日プレゼント、何を渡したのか覚えてないの？お前の好きなブランドのネックレスだろ。それそれ、5万程度の安物。本気で私があれを喜んだと思った？全部演技だからね。本気で言ってるのか。
あなたが安月給だから妥協してやったの。浮気相手からは100万円近くする指輪をもらったんだよ。社長の息子って言ってたな。あなたからもらったプレゼントはメルカリで売って彼との飲み代に使ったよ。本当にありがとう。お前が喜ぶと思って何店舗も回って探したのに。陰で笑われてたの知ってどんな気持ち？悔しい？悲しい？虚しい？黙れよ。私はずっとあんたの安月給を我慢してきたんだよ。これくらい言ったって罰は当たらないでしょ。お前の気持ちはよくわかったよ。何でもいいから500万早く返してくれ。うっさいわね。帰国したら離婚届と一緒に叩きつけてあげるわよ。いつ帰るんだ。思った以上に楽しいから延長することにしたの。だから見て。はっきりしたら教えてくれないか。めんどくさいんだけど。人が浮気旅行を楽しんでるのに鬱陶しいからブロックするわ。ちょっと待てよ。帰国したら改めて連絡してあげる。病人兼貧乏人はおとなしく待ってなさい。1週間後。帰国したよ。だけど今から彼と高級寿司に行くから。ようやく連絡がついたな。はあ？義兄の直道だよ。高一の携帯を借りて LINE してる。なんであんたが貧乏旦那の携帯を使ってるの？あなたが浮気旅行を楽しんでる最中にいろいろあったんだ。興味ないし。ていうか高一はまだ病院にいるんだよね。ずっと入院してていいよ。最低だな。だって500万返すのとか慰謝料とか面倒じゃん。高一に伝えといてよ。むしろ永遠に帰ってこないで。ってさ。帰っては来たけどね。へえ、退院したの？残念。無言の帰宅だったよ。え？それってどういう意味？3日前に容態が急変して天国に旅立った。葬儀も昨日終わったよ。冗談でしょ？この LINE も本当は高一だよね。浮気されて悔しいからドッキリを仕掛けてるんでしょ？そんな笑えないドッキリ考えもしない。本当なのね。だったら助かったわ。は？この世にいないなら離婚も何もないからさ。そういえば生命保険とかどうなってるっけ？自分の旦那が亡くなったと聞いて早速お金の話か。私の中ではとっくの昔に赤の他人だから。でももらえるもんはもらっておかないとね。 LINE のやり取りを見せてもらったけどとことんクズだね。そんなこと言われてもなんとも思いません。香典は500円でいいかな。貧乏人にはそれくらいがお似合いでしょ。金持ち気取りか。気取りじゃなくて大金持ちなのよ。私の彼が誰か分かってるの？麻生幸彦さんだよね。え？なんで知ってるの？弟に頼まれて更新所に調査を依頼したんだ。あの貧乏にそんなことしてたんだ。分かったところでどうしようもないのにね。父親が経営者で次期社長だっけ？よくご存知で。だから私は幸せな人生確定なの。社長夫人として第二の人生を歩むわ。お前が向かうのは地獄だよ。はあ？何言ってんの？お前の浮気相手の父親、俺の働いている会社の社長なんだよ。スカットカンパニーだろ。お父様の会社で働いてたの？まだ浮気相手と結婚もしてないのに気持ち悪い言い方するな。ちなみに俺は社長の右腕としてそれなりに信頼されているんだ。そんなこと聞いてないんだけど。だからなんだって言うのよ。今回の件を社長に伝えたら息子と縁を切ることを決めたそうだ。ものすごい怒ってたよ。は？ちょっと待ってよ。次期社長の座はどうなるの？なくなるに決まってるだろ。浮気旅行や遊ぶお金だって毎回お父様が立て替えてくれてたのよ。そうらしいな。だけどもう二度と金銭的な援助はしないそうだ。ちょっと待ってよ。彼が横でパニックになってるんだけど。そりゃそうだろうな。今までパパのお金で生きてきたんだから。私の社長夫人への道が消えたってこと？状況が飲み込めてないようだな。どうして私がこんな目に遭うのよ。それもこれも光一が悪いのに。あいつがどんな気持ちだったか少しは想像できないのか。お前みたいなやつのためでも懸命に尽くしてたんだぞ。それはそうかもしれないけど。お前の両親も絶縁すると言ってる。実家に逃げ込もうなんて甘い考えはやめるんだな。ああ、後で彼に戦えてもらおうと思ってカードの限度額ギリギリまで使っちゃってるのよ。知るかよ。自分で払えないんだったらそんなもの使うな。ねえ、お願いだから助けて。お父様に信頼されてるんでしょ。絶縁なんてやめさせるように説得してよ。するわけない。っていうか
絶縁されたくせにお父様って言うのやめろ。助けてよ、私はあなたの弟の嫁なのよ、家族でしょ。私の中ではとっくの昔に赤の他人なんだろ。そんなこと言ったかしら。とりあえずお前に帰る場所はどこにもない。それと光一から盗んだ貯金返してもらうからな。使い果たしちゃってもうないわよ。だったら働いて返せよ。カードの支払いだってあるのに無茶言わないで。弟の貯金を使った時500万程度って言ってたじゃないか。お前にとってははした金なんだろ。何を言ってるのよ、大金に決まってるじゃない。金銭感覚が正常に戻ったか。私が間違ってたわ、浮気してた彼とは別れる。そのまま付き合おうが別れようがどうでもいいよ。そんなこと言わないで。お兄さんって独身でしょ、よかったら私なんてどう。この後に及んでふざけたこと言ってんじゃねえ。お前だけは絶対に許さない。今すぐ帰るから、家族に土下座でも何でもするから勘弁してちょうだい。お前の土下座なんて1円の価値もない。500万については絶対に払ってもらうからな。どうしてこんなことになるの。私は私の幸せを求めてただけなのに。その後、リナさんは実家にやってきて、変わり果てた光一と対面、そして泣きながら親族一同に対して土下座。そんなことで許されるはずもなく追い出されることになりました。どうやらカードの使用額は合計で400万近くだったらしく、光一から奪った500万も合わせると返済は相当先になりそうです。現在は浮気相手の彼とも別れ、ボロアパートで一人暮らし。朝は新聞配達、昼は工場、夜はコンビニで働いているんだとか。睡眠もまともに取れず毎日フラフラだと聞きました。光一はきっと悔しい気持ちを抱えたまま天国に旅立ったことでしょう。その無念を少しでも晴らすことができたなら兄として本望です。